名古屋在住ノンストップお嬢様出た、あゆチャンネルで、はい、ちびかチャンネルです、どうぞ。あゆチャンネル21歳現役女子大生でやってます、あゆチャンネルです、よろしくお願いします。聞いて、こないだあゆ右耳が聞こえなくなっちゃったの、やばいと思って友達相談したのね、そしたら中耳炎じゃねって言われて、いやーだ、なんでそんな病気つらい名前、初耳なんですけどと思ってめっちゃ調べたのね、耳聞こえなくなる原因、耳突然遠くなる、なぜってめっちゃ調べたのね、そしたらストレスが原因で聞こえなくなるって見つけて、やばい、本格的なやつやと思ってすぐ病院駆け込みましたあーさ、いやいやいや聞いて、いつものあゆならさ、ねえねえ聞いて、右耳聞こえなくなっちゃって、あのついに耳の穴まで太り始めました、とかって言えたんだけど、まあ、そんなのかます余裕もなく耳鼻科を予約した、でもう手術メンタルで言ったのね、やべどうしよう、耳になんか突っ込まれるんだどうしようと思って、そしたら先生から一言、耳垢ですって言われたのね、どういうこと、何、ちょっと間違うと思って、まあ、耳のゴミのお話なんだけど、なんか耳垢が鼓膜にくっついてますって言われて、いやいや先生ちょっと待って、私調べたの、中耳炎という病気とかストレスが溜まりすぎて聞こえなくなるとか、先生調べたの私って言ったら、吉田さん待って、あ、私吉田って言うんだけどあなた、あのストレスは溜まってないです、でも耳垢は溜まってますって言われて泣いた恥ずかしくない、だって21歳女子大生が耳垢詰まって耳聞こえなくなるんだよ、いや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 、ちょっと恥ずかしすぎて耳鼻科で心の中大洪水だよって